っかけは僕も一応今まで足首のサポーターを使っていて、でマクダビットさんにも同じ似たような商品があったので、非常に動きやすそうだなと思い試してみたかったのと、あとは初めて膝のサポーターをつけることになって、非常に動きやすいですし、膝の怪我も予防できるので、その理由で選びました。まずは軽さがいいということが一つと、あとは中にこう硬いパッドが入っているんですけど、それによってこう足首の動きを安定してくれる面でいいなと思います。非常に動きやすい、つけていて動きやすいのと、あとはこう膝のすりむけたり擦ったりするときに非常に守ってくれる商品です。でも結構バレー選手でつけてる人多いんですけど、僕も以前つけてたことがあって、動いちゃうんですね。動いてかずれる、それをちょっと嫌で、僕は嫌あれだったんですけど、この商品はなかなかそういうのがなさそうだなっていうふうには感じます。非常に僕の中でちょうどいい圧迫感があって、非常に動きやすいのと、あとは移動中でもこれをつけて移動してるんですけど、疲労も軽減してくれるので非常に便利な商品です。